はい、皆さんこんにちは。今日は立方体に長さが最も短くなるように A から B まで紐をかけました。紐の長さが10センチであるとき、この立体の表面積を求めなさいという問題を解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、最も短いこと、最短距離ということになりますけれども、最短距離を表すためにはこの見取り図のままではいけません。展開図をしっかり書いてあげて、最短距離は必ず直線になりますので、まずは直線を示したいと思います。はい、上の扉パカッて開きましょうか。上の扉パカッて開くとこんな感じになるの分かります？はい、すると A の位置がどこに行くかというと、 A の位置がここに行きます。はい、こっからまっすぐになってるのが、A と B の紐っていうことになります。これが最短距離ですね。 A から B までがまっすぐなので、これが最短距離になります。はい、というわけで、ここの長さが10センチであるとき、この正方形6面ですよね、立方体はね、正方形6面の面積を求めなさいという問題に切り替わります。はい、ということで一回展開図書いてみましょう。展開図、まあどんな展開図でも構いませんので、6マスですね。展開図の書き方に関してはまたリンク貼っておきますので、それでね、11通りうちのどれかをね、しっかり書いてほしいかなと思います。はい、で AB を2マスの対角線、まあ今回ねちょっと解説の都合上こうしましょうか。長さ変わらないですけどね、斜め線がねこうなったところでね。はい、というわけでこれが10センチ、はい、である時全部の面積を求めるということなんですけれども、一工夫ここで、いることになります。やり方はね、何通りがありますけど、斜め線のね長さが分かってる場合の時の正方形の作り方ってこうです。もうこうですって言い切っちゃってますけどね。はい、こうしてこうしてこうです。はい、全部、2マスの対角線ですよね。ここの三角形が全部合同になるように囲います。正方形として囲います。すると面積が、赤で囲まれたところの面積が100ですよね。この中に正方形が何マスあるかというと、ここに1マス。はい、ここに、これって1マス分ですね。これこっちに上げてもいいし、2マスの対角線って言ってもいいなんでね。1マス、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 1マスと。はい、全部で1、2、3、4、5マスあるので、この100っていう面積を5で割ると1マス分が求められるわけです。あとはできますよね。全部で6面ありますので、20×6 で6面分の面積は120平方センチメートルと。はい、ということになり、これが正解ということになります。はい、本日は以上です。ありがとうございました。